砂糖、納豆、イースト、ヨーグルト。安くて身近な食品をただ混ぜるだけ。1日待てば出来上がる。この DVD では誰でもすぐできる愛媛愛の作り方と使い方をご紹介します。作ってみましょう。まずですね、お砂糖とドライイースト、粉もん同士を混ぜていただきます。こういうボウルの中にですね、混ぜていただいて、移して混ぜていただくんですが、このドライイーストは水分が入るとダマができやすいんで、で最初に粉もん同士をですね、もうしっかり混ぜる。でその後にですね、ヨーグルトを混ぜます。もうこのお料理番組のようで恐縮ですけど、面白いと思います。でこういうふうによく混ぜてですね、で、だんだんドロドロになりますね。ネバネバをですね、こういう茶こしのようなものでもいいんですけど、これをですね、少しのお湯で、溶かし込みますね。まあこの程度溶かし込んでいただいてもう十分です。ネバネバもよく混ぜ合わせておきます。ロートで移し替えたら、ここからはペットボトルで発酵させる手順です。で残り、こちらはうっかりしてキャップ緩めてなかったら、こういうふうにペットボトルがもう膨らんでしまって爆発寸前になります。溜まったガスは抜いてしまいましょう。じゃあちょっと緩めてみます。はい、こういう状態ですね。で、そこの方もちょっと少し、押し上げてやらないと、もう出たままですから、ちょっと力を入れて、押し上げて元へ返します。そうするとこういうふうに、こちらと同じ状態になります。さらに発酵が進むと、愛媛愛の様子は大きく変化していきます。材料を仕込んだ直後は泡が浮いていますが、発酵が落ち着くと次第に泡が消え、24時間後には上澄みと底に沈んだ白い檻に分かれます。